ダンスビュー10月号をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。川原久志と新井泉です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。我々が、この DVD に登場するのは昨年の6月号以来ですかね。そうですね、1年半くらい、はい、になります。今回はスローのアマルガメーションとワルツのアマルガメーションをご紹介したいと思います。それぞれ前半、中級者の方ぐらいかな。そうですね、に向けて、後半は上級者の方に向けて、フィガーを作ってみましたので、ぜひトライしてみてください。では始めましょう。フェザーステップ、リバースターン、スリーステップ、カーブドフェザー、アウトサイドスピン、オーバースエイ、ロンデ、スリップピボット。スロー、クイックイック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 スロー、スロー、スロー、クイックイック。スロー、クイックイック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 スロー、スロー、スロー、クイックイック。それではスローのグループ1から、まずはフェザーステップを取り上げてみたいと思います。フェザーステップなんですけれども、フェザーステップの最初に入る予備歩なんですけれども、予備歩の時に男女の頭が重なってしまって、スタートされる方をよくお見受けするんですけれども、それというのは、男性の縦軸と横軸ですね、これが横軸で回ると女性を、内側に引き寄せてしまって頭が重なってしまうということが起こりますので、縦軸で予備動作、絞りの運動を行ってください。ちょっと女性を背にして、すいません、普通は男女の関係が少しだけ X の形になって始めたいんですね。でその X の状態を保ったまま縦軸で回転しますと、頭がきれいに離れた状態を維持できるんですけれども、その時に横軸が回転してしまいますと、女性を男性の前に引き込んでしまいますから、頭が重なった状態でフェザーステップを始めないといけなくなってしまいます。それではまずいので、縦軸で男性が回転をして、その絞りのエネルギーをフェザーステップにつなげていただくというような形が、きれいに踊れると思います。女性はいかがでしょうか。はい、女性もその男性の回転に巻き込まれていくと、頭がこう男性に対してこういうふうに重なってしまいますので、そうではなく自分の軸をまっすぐに保ったまま、軸をこう左に回転させるような意識を持って立っていただくと、次のフェザーステップに入った時しっかり立てると思います。はい、以上になります。続いてグループ1から2つ目の3ステップについてご説明したいと思います。テーマは先ほどと同じなんですけれども、女性を巻き込まないということがテーマです。
この場合も縦軸で踊っていただきたいということがありまして、3ステップに入る時の左回転が始まった時に男性が横軸を回転してしまうと、また先ほどと同じように女性を前に持ってきてしまって重なってしまうということが起こります。ですから縦軸が運動して踊るようにしてみてください。横軸だとこういうような形になってしまいます。反対側からスロークイック、これが良い方ですけれども、横軸でやるとスロークイッククイックと正面に女性が来てしまいます。ここでも男女の軸がですね X になるようにイメージしていただいて、その中でこう縦軸が踊れますと上手にヘッドが遠くなるような形で踊ることができます。もう一度だけやってみましょうか。良い方やってみますね。スロークイッククイックスロー、ダメな方はスロークイッククイックスロー、反対側から良い方はスロークイッククイックスロー、ダメな方横軸ですね、スロークイッククイックスローというような形です。女性はいかがですか？はい、女性も意識することは男性と同じで、こういうふうに重なってこないように意識をして、自分の、枠の中ですね、女性の枠っていうのはこういうふうにホールドしてますけれども、女性がいていい場所っていうのはとても狭い場所でここなんですね。で、この中で前後をするということで、回転がこう起こったとしてもこちらに入ってくるのではなく、この中で回転を意識してください。そうするとスロークイッククイックスローで、この中に収まっていることができます。もし自由に男性と同じようなスペースの中で踊ってしまうと、こう巻き込まれてこちらに入っていってしまいますので、男性の邪魔をしてしまいますので気をつけてください。シャッセトゥーライト、フェザーフィニッシュ、バウンスフォーラウェイ、ダブルリバースピン、リバースウェーブの4歩からウィーブ、スロークイエンクイ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 クスローエンクイ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 クスローエンクイクイクスロークイクイクスロークイ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 ク。スロークイエンクイ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 クスローエンクイ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 クスローエンクイクイクスロークイクイクスロークイ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 ク。それではグループ2からダブルリバーススピンとリバースウェーブの4歩についてご説明したいと思います。どちらのステップもヒールターンを含んでいるんですが、
ライズアンドフォールのタイミングが若干違います。それをご説明したいと思います。まずはダブルリバーススピンなんですけれども、リバースウェーブの4歩の場合よりも少しライズをするのが早くなります。カウントがですね、スローエンドなんですけれども、男性的にはもうスローの途中からライズを始めている感覚にしてください。これがですね、ちょっと遅くなっちゃいますとドライブがかかって女子にヒールターンだと伝わらないのでリバースターンになってしまいますね。ですから早めにライズをします。ところが、さらにその次のステップ、リバースウェーブの4歩よりももう一つ早くボディライズをするような感じになります。スロー、エン、クイッ、クイッのような感じですね。スロな感じです。スロー、エン、クイッ、クイッ、反対側からスロー、エン、クイック、クイックというような感じです。リバースウェーブの4歩の方の、ヒールターンをさせるところなんですけども、スローっと少し、ダブルリバースピンよりもドライブの距離が長くなります。ですがライズアンドホールは早めに、普通のリバースターンよりもワルツのリバースターンよりも早めにして上がってください。スロー、クイック、クイック、スローっていう感じですね。もう一度スロー、クイック、クイック、スローという感じになります。女性の方は、はい、女性はあのヒールターンっていうとしっかりヒールターンをしなくちゃと思われて、皆さんあの自分でこうキュッとこう勝手に足元をこう作ろうとしてしまうのですが、そうではなくて、男性からのリードで男性がどれぐらいこう前進してくるのかなというのを感じて、その距離をきちんと下がるように意識をするとヒールターンにつながっていきます。それが、自分で勝手に決めてしまいますと、ここでこう男性が行きたい距離と合わなくなってしまって、その後に続く回転がちょっと男性がやりづらくなってしまうことがありますので、しっかり男性がどれぐらい出てくるかを感じて下がるように意識してください。それはどのタイミングでヒールターンが来ても同じことですので、女性は自分で勝手に決めないことが大事だと思います。フォーラウェイリバース、サイドロック、フェザーフィニッシュ、テレスピン、スラウェイオーバースウェイ、スウェイチェンジ、オーバースウェイ、右足に体重をチェンジして、アウトサイドからのナチュラルピボットターン。クイッ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 クスロークイックイエンクイックイックスロー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 エンスロークイッ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 ク quick 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 slow quick quick and quick quick slow 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 and slow quick 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 quick
それではスローのグループ3についてご説明したいと思います。グループ3からはファーラウェイ、そしてサイドロックの流れについてご説明したいと思います。今回のファーラウェイはその後がスリップピボットにつながっておりません。ですから通常のように回転量が多くないんですね。ちょっと直線的なファーラウェイになります。前半ファーラウェイを踊りまして、通常ですとだいたいスリップピボットを含んでいるんですけれども、この流れがなくって、そのまま後退に入るような形になります。この感じというのはワルツでよくあるランニングスピンターンから後退してサイドロックに入る時のこの足と同じステップになります。サイドロックに入る流れがワルツと同じですので、ファーラウェイから来まして、ここで回転を一旦止めて後退だけにします。ここからここの流れは女性をファーラウェイからクローズに閉じさせるポジションチェンジだけを考えてください。その後サイドにロックをしてフェザーフィニッシュにつながります。ちょっと一緒に踊ってみます。ファーラウェイからこの後女子をクローズに一回戻してあげますね。そのまま交代を続けます。そしてサイドに持っていきます。もしスリップピボットの要素を含んでしまいますと、戻ってまた向こうに持っていかないといけなくなっちゃうので回転がややこしくなってしまいますから、まっすぐ抜けた流れの中で腰をクローズにしてからサイドロックにつないでください。女性はいかがでしょうか。はい、スリップピボットをしないということなので、そうですね、スリーフォラウェイに入るような時の、女性の前進とちょっと似ています。ここで回転せずに、自分の左手の方にしっかり前進していくと、男性がその後で、かけさせてくれるので、自分からぐるぐると回ってしまうとここで重なってしまいますので、次にかけるスペースがなくなってしまいます。ですからしっかりとここ自分の枠に向かって前進をするように意識して、その後でロックが起こります。足がかかるというのは体重がその足を、超えることによって足が初めてこうかかってきますので、体重が超えないで足だけでこういうふうにかけないように意識してください。超えることによって足がかかります。いいですか。はい、はい、では以上になります。フェザーステップ、ファーラウェイ、ナチュラルピボットからカーブドフェザー、アウトサイドスイビルしてプロムナード、オープンナチュラルターンからアウトサイドスピン、ピボット、スイッチ、スリップピボットをしてホバーテレマーク。スロー、クイック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 、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、エン、クイック、クイック、クイック、スロー、スロー、エン、スロー、クイック、クイック。
スロー、クイック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 、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイエン、クイック、クイック、クイック、スロー、スロー、エン、スロー、クイック、クイック。それではスローのグループ4から、まずはアウトサイドスイベルについてご説明したいと思います。これまでと同じようにアウトサイドスイベルも縦の軸がスイベルをさせるというアイデアでお願いしたいと思います。その際ですね、右の背筋と左の背筋で男性はステップを踊っていただきたいんですけども、後退から入りまして、左の背筋で床を捉えているようなイメージで私はやっています。その時に横軸のホールドを置いておいて、左の背筋が地面を突き刺すような形でイメージで踊ってみてください。このアクション、体重をかけるアクションが背筋でできますと、女性にその体重移動が伝わりまして、スイベルのアクションになります。ギュッという感じですね。その際、右側の背筋は前側に残しておいていただくような形で、足をこう人という字漢字のように裂いて使ってみてください。右と左が同じ平面に置いておくと、横を使うような形で女子を引っ張ってしまいますから、人型に背筋をグッと割っていただくと女子に伝わります。そうすると横を使わずに綺麗に女子にスイベルしてもらえるような形になると思います。横からいいですか？はい、はい。横から、はい、あ、こっちの方が見えますね。こっちの方から、はい、はい。左を男性が下げるときに背筋を使います。以上です。女性は、はい、女性も同じく、回されたことによってフレームで反応してしまうと、こう回りすぎてしまって、体重が、重さが男性にこうかかってしまいますので、そうではなく縦の軸だけを回すように意識をしてください。枠を崩さずに自分の背骨のあたりが回るような意識を持って回ってください。そうすると相手の邪魔をせずに自分の枠の中できれいにスイベルをすることができます。これが枠ごと一緒に回ってしまうとこのようになりますので、男性を引っ張ってしまいます。そうではなく自分だけ、自分の後ろ側で回るように意識をしてください。はい、以上です。続いてアウトサイドスピンについてご説明したいと思います。アウトサイドスピンは先ほどのアウトサイドスイベルと同じアイデアでやってみてください。今回の場合は、先ほどは左の背筋を主に使ったんですけども、今回はまず右の背筋を地面に刺すように使っていただきます。その後、右の背筋が地面に刺さったら左の背筋を右の背筋に合わせるように、合わせるように使ってみてください。合わさったら右足をアウトサイドにステップします。まず右足の背筋、右足からくる背筋を地面に刺します。そしたら左の背筋を寄せて合わせていきます。合わさったところで右足の背筋、右側の背筋をステップしてピボットに入っていきます。ちょっと踊ってみます。オープンナチュラルターンから
ここで右足ついたところで背筋を刺します。左の背筋を合わせてステップします。反対側からオープンナチュラルターンを踊りまして、まずここで背筋を、右側の背筋を使います。右、左、右というような形になります。はい、女性は、はい、女性は、ここから回転に入るときに、男性がリードしてくれたのと同時に反応しすぎるとこのようになって重なってしまいます。男性が回ったとき一緒に回り始めてしまうと男性内回りですのでこう重なってしまって次のアウトサイドの男性が行くスペースができなくなってしまいますので、そうではなくちょっと我慢して斜め上に上がっていくような意識を持ちながら向こうに向かって前進していくと男性が回してくれてで入れ替えがうまくいきます。はい、ここで勝手に回らずにここからしっかり前進していく意識を持って回されてください。はい、以上になります。
ナチュラルスピンターンをオーバーターンして、バックワードラン、クイックオープンリバース、ホバーコルテ、バックホイスク、キック、シャッセフロムピーピー、ナチュラルターン、カーブドフェザー、オープンインピタスターン、ナチュラルウィーブフロムピーピー、サイドロック、リバースターン、レフトホイスク、アウトサイドスイベル、PP からホバークロス、ウィーブ、サイドロック、ホーラウェイリバース&スリップピボット、ダブルリバーススピン、オーバースピン、スローアウェイオーバースウェイ、PP からホーラウェイホイスク、ピボット、オーバーターニングロック、PP からロック&ウィーブ、バックチェック、ピボット、フォワードラン、PP からオーバースウェイ。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、エン、ツー、スリー、ワン、ツー、エン、スリー、ワン、ツー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 、エン、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、エン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、エン、ツー、スリー、ワ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 ン、エン、ツー、スリー、ワ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 ン、ツー、スリー、ワ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 ン、エン、ツー、スリー、ワン、エン、ツー、スリー、ワン、エン、ツー、スリー、ワン、Two and three and one, two, three, one, two and three, one, two, three, one, two, three. それではワルツの注意点についてご説明したいと思います。まずはバックワードランからなんですけれども、ワルツは基本的に円運動の踊りなんですけれども、必ず男性女性の内回り外回りといった問題が発生します。バックワードランにつきましては男性が内回り女性が外回りになります。基本的にはですね、回転運動というのは、ポスチャー縦軸がありましてホールド骨盤といった横軸がありますけれども、縦と横の縦側が回転を、回転の運動をします。今回のバックワードランも同じく背筋背骨といった縦軸が回転を始めます。さらに内側にいますので女性よりも早く回らないように気をつけていただいて、ホールドや骨盤といった横軸も引かないように気をつけていただきたいと思います。実際踊ってみますとオーバーターンが終わりまして、この位置からバックワードランが始まりますけれども、男性が内回りになりますから右手を引いたり骨盤右側ですね、特に引いたりしないように気をつけていただいて、背筋背骨といった縦軸こちらから、女性が来るのを感じてフォローするような形で回っていただけると上手に踊れると思います。オーバーターンから2、3、1、2、3といった感じです。反対側から行ってみましょうか。オーバーターンから1、2、3、1、2、3という感じです。もし横軸の右手や骨盤が引けてしまいますと、こういったインサイドターンを起こして男女がずれてしまいます。骨盤を引いてしまいますと女子だけ置いていってしまうような形になってしまいますので、縦軸から回転していただくと
すごく綺麗に踊れると思いますよ。女性はいかがでしょうか。はい、女性は全身で外回りなので積極的に前へ出ていくことを意識してください。その際に、ヒップラインからだけ、出ていくとちょっとこういう風になってしまって頭が残ってしまう方がよくいらっしゃるんですけれど、そうではなく背骨全体がまっすぐに出ていくことを意識していただいて、しっかり前進していただくと綺麗に踊っていけると思います。反対側からいきます。はい、まっすぐ女性が進む感じです。はい、で女性は外回りなので男性が、こう回してくれるまでしっかりと前に出ていくことを意識してください。男性が回してくれる前に向きを変えてしまいますと、ここで向きを変えてしまいますと次に男性が本当に方向を変えたいときに重なってしまいますので、男性が次のクイックオープンリバースに出ていくのが出づらくなってしまいます。はい、以上になります。それではもう一点、ワルツの注意点についてご説明したいと思います。続いてはファーアウェイホイスクについてご説明したいと思います。こちらのステップも、かなりの内回り外回りの動作が含まれておりますけれども、まず男性は最初外回りから始まります。プロムナードポジションから始まりますけれども、最初こちらにいる女性に対して外回りの軌道を男性が通ります。先ほどと同じくやはり縦横の縦軸が運動回転の運動を起こしていくイメージで踊っていただければと思います。背中背骨ですね、女性に対して進みながら外回りを縦軸が行います。この後女子が外回りに変わりますけれども、よくお見受けするのは、横であるホールド、これで女子を投げてしまうといったミスが、よく見られるんですけれども、内回りになりましても縦軸で女子が進むのを感じていただきながら回転していただければと思います。最初外回りから内回り、その後ピボットに入る場合はまた外回りという形ですね。例えば外回りなんだけれども、たくさん外回りしすぎて女性の前にまた戻ってきてしまうといった間違いを、これまたよくお見受けします。回りすぎてしまって女子をブロックしてしまうということがあるんですけども、あくまでも軸が2人カップルでずっと進み続けていっていただければ一番綺麗に踊れますので、縦軸が移動を続けている中で笑いホイスクを踊ってみてください。ワン、ツー、スリー、ワン、エン、ツー、スリーといった形です。女性はいかがでしょうか。はい、女性は初めプロムナードのポジションから出る場合に、男性がたくさん外回りでたくさん出るので、それに合わせて同じ量をこういうふうに出ていこうとしてしまう方が多いのですが、そうすると男性はそれに負けないようにもっともっといっぱい出ていって自分が外回りになる時にも追いつけなくなってしまいますので、最初は男性が出ていくのを少し見ているような気持ちが欲しいで、男性が出ていったのを見届けてから自分が積極的に後から出ていくように意識してください。男性が行くのを見届けてから自分が後から出ていきます。そうすると内回り外回りがきれいに入れ替われると思います。はい、以上になります。
皆さんいかがでしたでしょうか。今回はどちらも横軸縦軸についてメインにお話しさせていただきました。背筋を使うっていうのはですね、相当難しいかもしれないんですけれども、上手にきれいに踊っていただくためにすごく効果的だと思いますので、ぜひ皆さんトライしてみてください。そうですね、女性は今回はそうですね、どちらかというと内回り外回りを意識して、自分が今外なのかそれとも内なのかっていうのをちょっと男性任せではなくちゃんと理解した上でフォローしましょうという感じでやってみましたが、いかがでしたでしょうか。はい、じゃあ今回を、はい、今度はいつお会いするか分からないんですけども、はい、またお会いできると思いますので、はい、ぜひ皆さんトライしてみてください。はい、じゃあ頑張ってください。